で、まあ、ここからがその、まあ、今日の、 授業の、 本題に入るわけですけれども、まあ、ここでその、まあ、ユークリッド互助法 の、 定理を述べておきます。テキストでは定理 4.15 というふうに書かれておりますけれども、この授業ではその若干拡張した内容を扱いますので注意してください。で、まずその定理の設定なんですが、まあ、A と B を整数としまして、で、まあ、A が B 以上であると、で AB も A と B は共に比符であるとします。でこの時に、まあ、これまでの授業でありました常用付きの割り算を使って、そのある比符の値ラムダに対してこの R1 から R ラムダ、R ラムダプラス1と、それから Q1 から Q ラムダという値を次のように定めます。次のようにというのはこのスライドの通りですね。で、まず上から見ていきますと、順番に見ていきますと、まあ、R0 は A としまして、それから R1 は B とします。で、今度次 R2 は R0 を R1 で割った乗与。で、R3 は R1 を R2 で割った乗与というふうに、どんどん決めていきます。まあ、それに伴って小の方は91、92、93というふうにこう決めていくわけです。で最後どういう段階で終わるかというと、この R のラムダマイナス1がその R のラムダで割り切れた時ですね、割り切れた時にこの列を終えるということにしまして、まあ、その時のラムダ小を Q のラムダというふうに置きます。それからあと、いくつか特別な、この時ですね、そのもし B が0に等しい場合というのもありますけれども、B が0に等しい場合は、まあ、ラムダは0になりますし、あと B が0でなければ、ラムダは正の値を取ることになっております。で、定理の主張は、まあ、この時以下が成り立つということで、まず最初の主張 A は、これは多くの人が知っていると思いますけれども、この R のラムダですね、この乗与の最後の元というのが A と B の最大公約子に等しくなるというもので、でもう一つの性質は、この最初の性質よりも若干知られ、知名度は低いかもしれませんが、ラムダの見積もりに関する性質で、B が正であれば、ラムダはこういう値で抑えられると。ログ5分のログ B プラス1という値で抑えることができます。で、このファイというのが、2分の1プラスルート5という値なんですけれども、これはどういう値かというと、皆さんに配っている資料にはすでに出ていますけれども、実は黄金比なんですね。で、一応、近似値、その近似値は、大体 1.62 ぐらいであるというふうにしております。あと、このファイはですね、二次方程式、ファイ2乗マイナスファイマイナス1イコール0の、まあ、根であるということも注意しておきます。ということで、その、実はそのユークリッドの互助法については、そのユークリッドの互助法で生成される、その乗与の列ですね、これを、まあ、しばしば乗与列と言いますけれども、乗与列の長さに関する性質も併せ持っているということに注意してください。で、その証明を見ていきます。まず、この性質 A の方は、これはよく知られた性質でありますし、皆さんもこれまでにも学んだ機会があるかと思いますので、この授業では省略しますので、各自で確認しておいてください。で、この授業では、その先ほどのもう一つの性質 B の方の証明を紹介します。で、まず、ここの証明では B は正であるというふうに仮定します。でこの時、まあ、ラムダは正であるということは分かるんですけれども、それでこのラムダに関する機能法を使って示します。でまず、ラムダが1の時は明らかですので、これは各自で確認しておいてください。で、今ここからの説明では、まあ、ラムダが1よりも大きな数であるとします。で、この時、これから我々が示すことは、まあ、i が0からラムダマイナス1に対して、この乗与ですね、R のラムダマイナス i という乗与が、先ほどのファイ、黄金比のファイの
愛情以上であるということを示します。でなぜこれを示せばその定理の主張が示せるかというのをこれから説明します。まず最初にその i にですねそのラムダマイナス1を代入したときにはこの r1 というのはちょうどこのユークリッド誤助法の定義から b に等しいんですけれどもこの b というのはまあ、ファイの、ラムダマイナス1により以上になるわけですね。だからこれが成り立つと仮定すれば、まあ、これが成り立つというわけです。でここで、この式のですねその、この不等式ですねこの不等式の両辺の対数を取りますと、まあ、ログ b っていうのがラムダマイナス1かけるログファイ以上であるということが言えるんですが、まあ、それからですねそのラムダマイナス1がログ5分のログ b で抑えられることが導かれてでさらにこの1を移項することでラムダがログ5分のログ b プラス1で抑えられるということが言えます。ということですので先ほどのこのスターの式ですねこのスターの式が成り立つことをまあ、i に関する機能法で示します。でまずその i が0の時なんですが、まず i が0の時は、まあ、r のラムダが、まあ1以上なんですけれどもこれはちょうどファイの0乗に等しいことが分かります。で、次に i が1の時は r のラムダマイナス1ですね。でこれはまあ、乗与でいうと r のラムダよりも1段階前の乗与ですのでそうすると r のラムダプラス1以上であるということが言えています。で r のラムダプラス1は2以上ですの でこれは2というのは先ほど の黄金比の数以上でよりは大きいですから、この r のラムダマイナス1がファイの1乗以上であるという不等式が示されます。で次がその機能法のステップなんですけれども今度はその r が i がですね i が2からラムダマイナス1の時にこの黄金比ファイが満たす方程式ファイ2乗イコールファイプラス1を用いますとこういう形で評価することができます。r のラムダマイナス i というのはその定義からですねこの Q そのステップ1ステップ2ステップ前のその Q と R を使って、まあ、こういう形でこう定義することができるんですがそうするとここからですねそのこのラムダマイナス i 番目の R というのがラムダマイナス i マイナス1番目の R とそれからラムダマイナス i マイナス2番目の R というこう2つ手前のステップのその R 乗与でこう下から押さえることができます。でそこでその下から押さえているその乗与に関して、まあ、機能法の仮定を用いますとこれがファイの i マイナス1乗とファイの i マイナス2乗の和で下から押さえることができましてで今度はここの部分をこうぐやぐやぐやっとまとめていきますと実はこれがちょうどファイの i 乗になるとこの右辺がですねこの不等式の右辺がファイの i 乗になるということでこの不等式もともと示すべき不等式が示せるということに示されたということになります。それからと以上がそのこの定理の証明ですけれども尾行としましてK を対とするときにその K 乗の一変数多項式間はですねユークリッド関数をその、まあ、DEF っていう関数なんですがこれを F の次数として定めますとこれはユークリッド正域になります。そしてユークリッドの誤助法が、まあ、整数間と同様に成り立つということに注意しておいてください。
ここまでいいでしょうか。でそこで一応これまで知っている人も多いかと思いますが、このユークリッドの誤助法ですね、一応ユークリダンアルゴリズムということで、まあ、EA というふうにこう頭文字取りましたけれども、ユークリッド誤助法のアルゴリズムをここに示します。で、まあ、入力はR の元 F と G で、それから、出力はF と G の GCD D を出力するというものです。で、一応最初のところステップやりますように、この最初のステップでは R0 に F を代入して、 R1 に G を代入して、あとインデックス I に1を代入しております。 でステップ2では、RI が0でなければ次のループを実行しなさいっていうんですけれども、初期段階ではこの I に1が代入されていますから、ここではまず R の1が0かどうか調べるわけですね。で、一応 R の1が0でなければ、というのはここでは G が0でなければ、ここにありますように R の I マイナス1を R で I で割って、まあ、その小を QI、 乗与を RI プラス1にしなさいと。で、I をインデックス I に1を加えて、またこのループを実行しなさいということになるわけです。で、これでどんどんその乗与を取っていって、まあ、乗与 RI が0に等しくなるまでこのループが続きます。で、もし、RI で、RI が0になったならば、その時に、この F と G の GCD は R の I マイナス1ですので、ステップ3でこれを出力して、アルゴリズムを終えると、実行を終えるということになります。ここまでいいでしょうか。